皆さんこんにちは。 DeNA の関根大気外野手が27日自身の X に誹謗中傷のメッセージを公開したことについて真意を語りました。発信に踏み切った理由を僕からしたらもう慣れていると言ったらいいのかわからないけれど、全然あれなんですけど、最近ちらほら厳しいのを聞いたので、僕からしたら世の中の人が知らないというか知ることもないので、一つの認知じゃないですけど、そういうところになればと思ったというところですと説明しました。そこで今回は関根大気選手に関する様々な情報をお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴ください。同日の巨人戦8回の打席での四球判定をめぐりネットが反応。関根大気選手がこれに対し嫌な思いをさせている方がいるので言葉をと切り出しました。関根大気選手の左足を化するような四球でしたが、当たっていないのではないかという声に嘘はつきません、今の時代はリクエストがありますと強調しました。過去には逆に四球ではないことを審判に自己申告したこともあり、今後も際どいプレーなどがあると思いますが、嘘偽りなくその時自身が感じた思った事実に対してアピールプレーをしていきます。もちろん今後誤解を生まないために改善できるところはしていきますと綴りました。続けて、あなたの家族全員が事故死で死んでほしいなどと自身に届いた誹謗中傷のメッセージも公開。また誹謗中傷に関してはよく来ます、ちょっと言葉としては強めで載せるのがどうかとは思いましたが、誹謗中傷ってどんなのが来ているか少し理解してもらえたら嬉しいなと、僕自身としてはなんとか野球ファンの方にとって楽しめるやワクワクするなどのプレーをできるように明日からも頑張りますとのメッセージを投稿しました。同僚の山崎選手は、毎日来てますよ、使い方によっては狂気にもなりますし、それで亡くなってる人もいる、期待してくださってるファンの方もいると思うので、一部の心ないファンの影響で僕らも言葉が胸に刺さることはある、100個の応援のコメントより一つの誹謗中傷が残りますと話しました。この件について巨人戦の試合前に聞かれた三浦監督は、誹謗中傷は良くないですからね、傷ついている選手もいる、徹底的に追及できるでしょう、球団や NPB などでどんどんやっていけばいいと思う、でないとなくならないと思いますと強調。かつてのプロ野球の球場ではヤジが聞かれました。それが今の時代では SNS 上で匿名による無責任極まりない誹謗中傷が横行しています。環境が違う、僕らの時は SNS とかなかった時代ですからと三浦監督。その一方で、やっぱり熱心に応援してくれるファンの情熱というのは昔から変わらない、そういうファンの人たちに喜んでもらえるように頑張っていきますと力を込めました。この日の関根大気選手のプレーについては元 NPB 審判員の坂井良太郎氏が解説。関根大気選手の四球は足がバッターボックスから出ているのではという疑問の声に対し、今回のようにバッターボックスのライン上を踏んでいれば問題ありませんと反則打球ではないことを説明しています。 NPB では選手や審判などへの誹謗中傷が深刻化しています。今季開幕前、日本プロ野球選手会は昨年複数のケースで法的措置を講じたことを発表。損害賠償の支払いを含めて示談が成立したことも明らかとなっています。かつて関根大気選手が打撃が好調の時に積極的なプレーをしていたところ、そのプレースタイルが自己中心的な個人プレーだと思われ、ネット上で誹謗中傷の集中砲火を浴びたこともあります。その時から誹謗中傷はなくなっていないと言います。 DeNA は関根大気選手以外にもドラフト1位新人の渡来隆起選手も同じく誹謗中傷を受けてきました。雨が降り続けるハマスタで行われた24日の阪神戦、9回に守護神山崎選手が2点のリードを守れず逆転を許しました。逆に2点を追うことになった横浜 DeNA はその裏に阪神のゲラ選手から山本選手の内野安打などで西1・2塁のチャンスを作り、渡来選手に打順が回ってきました。一発が出れば逆転サヨナラという緊迫の場面、渡来選手はなんと意識的に白い歯を見せて笑いながら打席に入っていきました。笑顔と大きな声は渡来選手のトレードマーク。
彼が野球人として貫く哲学であり、スポーツ医科学的にも口角を上げると顔の筋肉がリラックスして無駄な力みが消える効果があるともされています。渡来選手はカウント1-1からワンバウンドする低めのスライダーに手を出して3球で1-2と追い込まれました。ファウルで3球粘りましたが、最後はまた低めのスライダーを振ってスイングアウトでゲームセット。 SNS 上ではその打席での笑顔をめぐって大激論が巻き起こりました。アンチからは笑っている場合かや痛々しいなど非難の声が飛び交い、明らかに誹謗中傷と取れる書き込みもありました。ですが一方でもがき苦しみ、なんとか壁をぶち破ろうと試行錯誤した結果の笑顔、楽しいからじゃなく辛くて笑ってんだ、本物の笑顔を取り戻すまで頑張れ、無理に作っているかもしれないがあの笑顔は頑張っている証拠、楽しもうとする笑顔が結果につながる、どんなに苦しくても笑顔を作るのは最高、元気をもらえる、言いたいやつには言わせておけなどと、その渡来選手の姿勢を支持する声も相次ぎました。米ファンだけでなく虎党やドラゴンズファンからも応援メッセージが届き、中には渡来の笑顔を守る会の発足を呼びかける投稿までありました。ただ三振に倒れた渡来選手は一人最後までベンチに残り、悔しさをかみしめていました。渡来選手は開幕から2試合連続本塁打を放つなど21試合連続で1番を打ちましたが、26日の試合前まで打率2割2厘と不振。この日は初めて1番を外れ8番に降格となりました。その悔しさを胸に2回の第1打席で左安打を放つと、5回の第2打席でも右安打、そして2点を奪って逆転した8回はなお西満塁の好機でフルカウントから左腕高梨選手の変化球を右越えに運びました。一塁ベースを回ると思わず右腕を突き上げましたが、すぐに引っ込めた一幕がネットで注目を集めました。開幕広島戦でのド派手なガッツポーズが話題となったこともあり、誹謗中傷を恐れた結果の行動となりました。この日は3安打4打点の大暴れ、牧秀悟選手ら先輩と共に立ったお立ち台では代名詞の最高デースの決め台詞を封印、いろいろな感情が込み上げてしまいましたと苦しかった日々を振り返りました。こういった一部のファンからのネット上での発言に耐えかねた関根大気選手が誹謗中傷のメッセージを公開する決断を下したのではないでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。